はい、皆さん、こんばんは。ハリウッドスターを目指す男アレクサです。194名のファミリーの皆さん、本当に皆さんいつもありがとうございます。今日は朝からちょっと青い刺繍を使ってここにまたラブと、入れようとしてるところです。今日はですね、タイトルにもある通り、僕が、2017年から約1年間勤めていた、外資系金融機関の、プルデンシャル生命の、黒歴史についてお話ししたいと思うんですけど、辞めてですね、もう早いなと思って、もう3年ぐらいになるんですかね。本当あっという間に経ったなと思って、で今だから話せることってあるなと思って、皆さんにもうそやんタイミング、はい、黒歴史を話せたらなと思うんですけど、本当にプルデンシャル時代って本当に暗黒時代で、僕も本当にプライドの塊でですね、そもそもプルデンシャルに入社した理由っていうのが、女の子にモテるため、もうこれで合コンで、外資系金融マンですキラッみたいな感じ でパリッとしたスーツ着てたら女の子にモテるんじゃねみたいな、でも本当にもう見た目だけ格好つけて中身空っぽみたいな人間だったんですけど、でも当時はですね、もう髪型とかって、フェードって言われて、ここを刈り上げてここだけ残すみたいなスタイルをですね、もうずっと貫いていて、もう1週間に1回美容院に、行ってたぐらい、見た目だけにこだわって格好つけてた、すごい痛い人間でした。おー、すいません、続きますですね、もういろいろあってで、当初は会社のから5分の、マンションに住んでたんですけど、もうプルデンシャルって変わってて、やっぱ外資系の会社なんで、もう月木のミーティングさえすればもう出社ってしなくてよかったんですよね。で月木朝の10時からのミーティング出たら、もう速攻、スーツ着て、ミーティングに参加して1時間ぐらいミーティングにが終わったら家に帰ってもスーツ全部脱いでもう海に行ってるみたいな海に行ったりもう筋トレしたり、なんかお金ないくせに買い物に行ったりとか、クレジットカードを使ってですね、そういった生活がもう本当にほぼ毎日でしたね。で本当にプルデンシャルってすごい会社で、同期にももう年収もえぐい金額にいってる人もいれば、もう先輩方はもう1億円プレイヤーがもう本当に何人もいるような会社で、本当にもうザ外資系金融マンっていう会社でした。すごい面白かったです。僕は全然仕事ができなかったんで、最初の初任給は、固定給だったら26万なんですけど、僕営業成績が全く上がらなくて26万、22万、20万、14万、13万、最後が僕8万でしたね。8万で家賃6万4000円の家に住んでて、確か最終月が、給料が8万にもかかわらず、クレジットカード、遊びほうけて、いろんなブランド品とかを買って自分の見た目だけかっこつけて、もうクレジットの残債がすごいことになって、確か26万円、クレジットに請求が来たのを覚えてます。でそれをきっかけにホームレスになったっていう感じですね。2018年です。でその他にもいろいろあって、一番やばいなっていうのが、本当に今だから話せるんですけど、僕は病気した時ですね、風邪をひいたんですよ。でその時病院に行くお金もなかったんで、その当時の上司がですね、1万円をくれたんですよ。僕の家にわざわざ来てくださって、これで病院に行けと。僕はその時本当にもう人のそういったありがたみとかを本当にもう台無しにするようなことばっかりしていて、その1万円をじゃあ僕は何に使ったのか。普通だと病院に行きますよね。多分この1万円をデリヘルに使ったんですよ。やばいでしょ。病気で苦しんでいる僕のために気を使ってお金がなかったのに1万円くれた、その本当に優しい上司からのそのお恵みを僕はデリヘルに使ってしまうっていうですね、本当にそんな人間でした僕は。当初やっぱ営業成績が上がらないんで、プルデンシャルってもう完全もうフルコミッションの歩合制なんですよ。営業成績が全部収入に入ると、だから営業しなければ僕みたいにも収入がどんどん落ちていく。でやっぱりその時って本当に僕が夢でラブ&ピースとか、本当に上辺じゃない本当にリアルな愛とかっていうのを本当に失っていて、営業成績が上がらないにも夜中洲のキャバクラでボーイとかしてたんですよ。本当はいけないですけど、副業って。でその副業に行く途中にプルデンシャルの先輩方にすれ違ったりとか、もちろんこう隠れて行ってたんですけど、やばかったですね。だからもう友達とかもういろんな方がもうお金に見えてしまったんですよね。その時ってもう営業しないと僕は生活できないのに、みんながお金に見えて、これは本当にやばいなと思って、辞めて、ホームレスになって、もう全てを一掃したっていう、いろんな黒歴史がありました。またですね、ちょっと今日うるさいんで、詳しくは、
また動画にまとめたいなと思います。以上ですね、ハリウッドスターを目指す男アレクサがお送りしました。それでは皆さん、失礼します。